レイカーズが9月23日、月、祝、全国ツアー、ブレイカーズライブツアー2024、ビンタゲマイナスのファイナル公演を、東京、渋谷ストリームホールにて開催した。ニコニコ生放送で、生中継された、公演のチケットは、ソールドアウト。フロアは前に詰めるお願いのアナウンスがされるほど、まさに満員状態だ。期待のハンドクラップと歓声が湧き上がる中、サポートメンバーの松、B、響、ドクター、摩天楼オペラが定位置につき、新平、秋秀、大悟の順にステージに登場。サングラスをかけた大悟がセンターで右手を高く掲げ、幕開けは3年ぶりのオリジナルアルバム、ビンタゲの1曲目、レディー CAT だった。エッジの効いたギターリーフ、秋秀と新平のギターアンサンブルも刺激的なブレイカーズらしい色気のあるナンバーだ。続けて披露されたのはドラムとベースの強靭なリズムにクラシックロックに通じる骨太なギターフレーズやオブリが絡んでいくチェンジザ・バッドフューチャー。バークスでアルバムにはギターロックの匂いがするライブ感がある曲が集まったと話していた彼らだが、全員のプレイが際立つソリッドなバンドサウンドが快感だ。秋秀がステージの縁に座って熱いソロを鳴らし、大悟が未来に警鐘を鳴らすメッセージを届け、ハンドクラップの場内は大歓声。ツアーファイナルです。東京に帰ってきました、ただいま。と大悟が呼びかけると即座に、お帰り、という声が飛ぶ。ビンタゲというアルバムを3年ぶりにリリースして、ツアーを回ってきました。全国各地を回ってきたおかげで、さらに熟成された、そんなサウンドをお届けできると思います。みんなも、今日、最高のビンタゲ、完成させようぜ。大悟また、公演が生配信されていることにも触れ、お茶の間、お茶の間、と画面の向こうまで賑やかしつつ、メンバーもフロアもジャンプで盛り上がった、フリー、フリー、え。エキゾティックなフレーズを奏でる秋秀、軽やかなステップを踏みながらストロークする、新平、大悟が前に出て、フロアにマイクを向け、ニューアルバム収録曲なのにすでにライブ定番曲の、ようなグルーブと盛り上がりだ。イントロで怒涛の歓声が上がったのは、名探偵、コナンのテーマ曲に起用された、幾千の迷宮で、幾千の謎を解いて、2017年。追加公演を含めると、全7カ所となったツアーは、アルバム、ビンタゲ収録曲以外は、決め込んでいない曲もあり、何カ所か通っている人にもサプライズが楽しい、セットリストとなっているそうだ。続いて披露されたのは秋秀がエフェクティブなギターソロで魅了するイントロダクションから移行したキラー。キャッチーなメロディに乗せ何が真実なのか境界線が曖昧な世界に鋭く切り込んだ歌詞を歌う大悟はマイクスタンドを操ってパフォーマンス。エンディングでスタンドを中高く掲げてみせた。結成メジャーデビューから17年を迎えたブレイカーズだからこそ、鳴らせる熟成感のあるサウンドとロックバンドの根幹とも言える、初期衝動が絶妙なバランスで同居したライブは、しばたたく間に場内を熱くさせる。イントロで秋秀と新平が前に出て、ギターをかき鳴らすやんちゃなパンクチューン、I Love My Son では大悟が歌いながら、新平に近寄り、お互いにグーパンチや蹴りを入れる仕草をしたかと思ったら、秋秀の肩に手をかけ、マイクを向けたり、曲調にぴったりの弾けたパフォーマンスで楽しませる。メンバー紹介はアルバムにも参加している響と松のリズムセクションから、新平はお立ち台で生声でシャウトしてから熱いメッセージを届けた。アルバムには、俺たちの17年のすべてが詰まっていて、そして、これから先にまだまだ進んでいこうという思いを、
ヴィンテージという言葉に込めました。皆様と熟成させて次のヴィンテージに向かって歩いていける1日にしたいと思います。新平大吾に新平途中まで良かったのに惜しかったね。次のヴィンテージってブレイカーズの今度のアルバムヴィンタゲ2にしようかな、かっこ笑いと突っ込まれる一幕もありつつ、秋様コールに迎えられた秋秀もアグレッシブモード。まさに熟成されて、熟熟してるね。ライブのために作ったようなアルバムなので、盛り上がるんだろうなと思ってたんだけど、予想以上にみんなが各地で熟成させてくれて。今日は、各地の熟成具合が集まって、みんなの思いがさらに重なって、僕の気持ちはビンビンです。かっこ笑い。今日は二日酔いとか知らない。この音と味を飲み干してやろうと思います。秋秀、そして大吾が、いつものように、誰かな?と、自分で紹介し、元気いっぱいのコール&レスポンスからライブは、中盤戦へ。大吾が、シフトチェンジするように語りかけた。年を重ねると、絶対に避けられないことなんですけど、いろんな人との別れが待ち受けています。僕自身、今年の初めに、大切な方との別れがあって、そういう中で、こうしておけばよかったとか、後悔や心残りがあったりします。だけど、そういう大切な人がいたからこそ、生かされていると感じています。旅立ってしまった人たちとまた空の向こうで会えることを、信じて、大吾演奏されたのは、巻き戻せない時間と別れの切なさと一筋の希望を浮かび上がらせる、あの空のフリージア。しっとりとしたバラードではなく、ミドルなポップチューンとして消化しているのも熟成した、今のブレイカーズだからこその表現スタイルなのかもしれない。続くジャジーで軽快なテンポの、真夏の雨ではテクニカルな秋秀のギターソロが情景を浮かび上がらせた。楽器陣のソロが盛り込まれたバンドセッションを挟んで、アルバムのタイトル曲、ヴィンタゲでは大吾がワイングラスを片手にステージに登場。ブレイカーズを年代物のワインに例えた芳醇なシャッフルナンバーを時に囁くように歌う大吾とその演奏にフロアも体を揺らして陶酔。新鮮で同時にブレイカーズらしくもある。最新のタイトルナンバーに続いてファーストアルバムブレイカーズに収録されていたネオブレイカー2007年が演奏されたのもサプライズだった。自分の中にあるモラル壊して自由へフライと歌うメッセージがここからがまた新しいスタートとアルバムを定義づけていたブレイカーズの歴史を一の線でつなぐように響く。そして新平の初恋エピソードから大吾がステージからフロアに飛び降りた初恋トランポリンへ、もっともっとここからみんなと一緒にぶち上がっていきたいと思ってます、ぶっ壊れていこうぜと大吾が叫んで、ライブは後半戦に。ステージを照明が赤く染め、ライブのキラーチューンノーセックスノーライフでさらにファンとの距離を縮め、タオルを振る光景が広がる灼熱を今年の夏の太陽のような暑さで透過。もっと、もっと、とさらに煽ったデストロイクラッシャーでは秋秀がギターを頭上に掲げ、新平のヘビなギターがうなりを上げる。大吾がステージを降りて、フロアのみんなに体を支えられながら歌う、興奮度限界突破のアクトが繰り広げられた。ファンも、ヘドバンで限界突破。ヘンラストはライブから生まれ、ヴィンタゲに収録された、リスタート・オブ・リバティ。男子の声も混ざる全力のシンガロングが、場内に響き渡った。メンバーが立ち去らないうちに、会場から上がった、力強いアンコールの声が、この日のライブの熱量の高さを何よりも物語っていた。サポートメンバーの二人を含めた全員が、グッズ T シャツに着替えて、
再び登場。感謝を伝える第5の MC が集まった人たちの胸を打った。アルバムの中で1曲だけ、まだやっていない曲があるので、みんなに届けたいなと思ってます。ここに来てくれている人、一人一人の人生があって、いろいろな環境の人がいると思います。そういう中、どうしてもうまくいかない時とか、苦しい時とか辛い時、なんで、こういうことばっかり起こるんだろうとか、生きてるとそういう時が絶対にあると思います。僕たちから伝えたいことは、まさに苦しくなったら逃げ出していいと思うし、立ち止まってもいい。生きてさえいれば、何回でも何歳でもやり直せる。そう思っています。皆さん、苦しい時や辛い時には逃げ出して、立ち止まってください。でも、ブレーカーズのがそばにいること、俺たちの存在がいることを忘れないでください。俺たちのがみんなを絶対に後押しします。そういう思いを込めて作った曲です。第5披露されたのは、ふわり。キラーで描かれた迷路のような時代の中、傷つきながら生きている人の心を優しく包み込む、ナンバーだ。新平が、ハートウォーミングなソロを奏でた。いろいろなもの背負いながら、今日、応援の気持ちを送ってくれる皆さん、すごいです。かっこいいですと心からの言葉を届けた、新平、恋、非常に熟した幸せな時間でした。飲み干せるなと思ったんですが、無理でしたね、かっこ笑い。なんでかなと思ったら、ブレーカーズとしても皆さんの人生としてもまだまだ熟していけるんじゃないかなってと未来につなげた秋秀。ツアーを回って予想以上に多くの人たちがアルバムを待っていてくれたことを実感したという第5は、みんなにとってブレーカーズはもはや実家です。俺たちの体が持つ限り、声が出る限り、ずっとずっと活動してますから。いつでも帰ってきてください。と宣言した。そのメッセージを刻みつけるように、再始動第1弾、アルバム、ゼロマイナス収録曲であり、約束を誓う曲、We Are を、シンガロング。続く、サマーパーティーでは3人が、センターのお立ち台に並び、客席が歌う声をしばし笑顔で聞いている幸せな、シーンが、目の前に、これで大団円、と思いきや、ブレーカーズを求めるファンの盛大な、もう一回、コールが沸き起こった。やるか?昔みたいにやっちゃうか?と第5。急遽ドラムの響きの方に、メンバー全員が集まって、話し合い、ガチ打ち合わせしたわと笑い、ブレーカーズの代表曲の一つ、Hey Clubが投下された。言うまでもなく、フロアはさらにエキサイト。第5は再び、フロアに降りて、もみくちゃになりながら、ハイタッチ。愛してるって言ってという箇所を客席全員が歌い、まさに一体感の塊のような、熱い熱いエンディングを迎えた。ロックバンドとしてのエッジを失わず、深みと優しさを増した、ブレーカーズ、理想の熟成に乾杯したい人よであった。なお、公演、ブレーカーズライブツアー2024、ビンタゲマイナスのファイナルのニコニコ生放送のタイムシフト視聴期間は10月7日月曜日まで。チケット販売は10月6日、日曜日23時59分まで。取材、文山ひろこ写真マサ、ブレーカーズライブツアー2024、ビンタゲマイナス9月23日、月、祝東京。渋谷ストリームホールセットリスト01、レディー CAT02、チェンジザ、バッドフューチャー03、フリー、04、幾千の迷宮で、幾千の謎を解いて05、キラー06、アイラブマイサン07、あの空のフリージュア08、真夏のアッメッバンドセッションマイナス09、ビンタゲ10、ネオブレーカー11、初恋トランポリン12、ノー、セックスノーライフ13、灼熱14、デストロイクラッシャー15、リスタートオブリバティエンコリン1、
ふわり EN に、We Are in Sun Summer Party は、アンコールミヨンフェイクラブ、ブレイカーズライブツアー2024、ビンタゲマイナスニコニコ生放送タイムシフト配信9月23日、葛飾東京、渋谷ストリームホール公演チケット3800円、税込み販売期間、9月20日金曜日18時10月6日日曜日23時59分配信サービスニコニコ生放送購入リンク https://dwangotict.jp/project/5h7hldapjjj 視聴 r ハットプスライブ nicovideo.jp/watch/lv34581707-8 タイムシフト視聴期間10月7日月曜日23時59分までチケット未購入の方でも一部ご視聴いただけるチラ見せパートがあります。全編をご視聴になるにはチケットの購入が必要になります。タイムシフト期間中であれば何度でも生放送終了後に番組を視聴することが可能です。上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。チケット購入時、チケット代とは別にサービス手数料が380円、税込みが加算されます。関連リンクアルバム、ビンタゲ特設サイトツアービンタゲ特設ページ、ブレイカーズオフィシャルサイトブレイカーズオフィシャルツイッター、ブレイカーズオフィシャルフェイスブック、ブレイカーズオフィシャルティックトック、ブレイカーズオフィシャルチャンネル。